今日は阪急大阪梅田駅に来ております。今日から座席指定サービスプライベース、通称アーが運転を開始しております。運転じゃないな、営業を開始しております。2300系の前を走ります特急電車は9300系の幕車ですね。これもなんかどこかしら何かを感じます。本日は2300系も運行を開始し、プライベースがサービスを開始ということで、大阪梅田のギャラリーたくさん人が来ています。私からするとあの列車に乗りたかったんですけどな、あの列車結構モーターが独特なんで私好きなんですけど、あれのレア良かったな。まあ、今日はプライベースの撮影に来たというわけなんですけども、8300系もいろんなレパートリーがあって私は好きなんですけどね。というわけでここからはナレーションで失礼いたします。2024年の7月21日に運行を開始しました2300系、運転台の下のこの傾斜した窓が特徴的、どこかしらなんかこうなんていうかな、下にほっそりっていう感じの印象を受けますかね。まあそんなことはないんですが、この運転台がの窓が斜めになっているだけでだいぶ印象が変わります。運転台の後ろはですね、椅子が撤去されまして、立ち席のスペース、窓もありません。こんな感じですね。なんか6300系にちょっと、寄せてきたなというような印象を受けます。シングルアームパンタグラフもピカピカでございます。写真はね、これからも撮れるとして、私は席をね、座れるかどうかと思ったら都合よく席が空いてましたので、ここに座りましょう。よかった。すごい椅子ですね。ちょっとなんか深みがあるというか、でもちょっと固めなんですけど、座り心地はなかなかいいですね。前に座った2人組の男性の方もちょっと硬く感じたそうです。窓のところはあんまり9300系とあんま変わらないかなという感じなんですけど、ちょうど京都レイン入ってきました。新型車ということもあるのでちょっと硬いんですが、これ使い古せばもうちょっと山陽電車のなんか椅子みたいな感じのふっかふかになるんじゃないですかね。硬くて深くて座り心地がいいって感じになりそうです。Thank you.
重曹です。次は淡路に停まります。降りの際足元にご注意ください。出口は左側です。座席と壁の間、これですね、結構手がすっぽり入っちゃうんですよね。スマホとかポケットとか入れてね、落とさないようお気をつけください。で、結構ね、ネジ止めのビスがね、むき出しになっているのがまあ面白いなという印象を受けます。列車は南方を通過中。淡路を出発しますと、千里線の電車が止まっていました。多分ね、これ映像で音を結構拾ってますからあれですけども、思っている以上にすごい静かですね。なんかね、車内の声の方が多分聞こえてるんじゃないかなと思うんですけども、結構乗ってみるとね、今まで以上に静かな電車だなという印象を受けましたね。実は帰りに9300系に乗ったんですけども、9300系がちょっとうるさく思えるぐらいに、この2300系静かな走りをしております。列車は茨城市駅に到着です。
時刻は11時50分過ぎですけども、高槻市駅を出発しようとしている時にドアの音をね、ちょっとね、聞いてたんですけども、やっぱりドアチャイムがついてないなという印象を受けましたね。後ほど多分つくんだろうと思うんですけどね、この、乗車当日、運用開始日はドアチャイムがですね鳴ってなかったですね。高槻市駅を出発しまして、左側に見えるは甘い石公園、その奥には JR 京都線が見えておりますが、コンクリートの上を走っているにもかかわらず、映像とかこの動画ではうるさく感じますが、乗ってたら静かだなという印象を受けます。サンダーワード号が走ってますね。 JR 京都線はこの辺りはのどかな田園風景が広がっていますが、なかなか静かなね、ひとときに流れる田園風景もいいもんですよっていう感じですね。なかなかこの映像でお届けするっていうね、音声がね、やっぱ iPhone 通してなんで、結構壁キワキワにね、つけて撮影してますから、それでうるさく感じるのかもしれないですけども、東海道新幹線に追い抜かれております。東海道新幹線からはこの2300系、あ、これは2300系だって思った人いらっしゃるのかな、わかんないけども、東海道新幹線の並走区間を終わりまして、大山崎のこの JR 京都線の交差地点も通過。鉄道での見どころはもうその辺ないなというようなところですね。猛スピードで列車は通過していきます。進行方向の右側に座れば、洛西口からね、陸上自衛隊の駐屯地だとか京都タワーも見えるんですけども、進行方向左側に座っているために見えるところは嵐山とか住宅街が中心になってしまいますので、それまた残念というところ。いや、でもこの2300系から見る京都っていうのも、なんかね、初めて見る京都っていう感じで、なんか新鮮な感じがしましたね。まあ他の車両乗っててもそんなん変われへんやろって思うかもしれないんですけど、なんかね、環境音が変わるとやっぱり見るものもね、だいぶ変わるなという印象を受けます。列車長岡天神に到着です。もうほとんどの人がですね、お、新型車両かみたいな感じでね、二度見したりとかカメラ向けたりとかでね、結構ね、あのこの2300系に対しては興味を持ってる方いらっしゃるんじゃないかな。まあそらプライベートつないでるからそうだろうなとは思うんですけども、なかなか新型車両が出ると、あの物珍しくね、一般の方もカメラを向けたりとか、こう電車に対していろんな眼差しをしてるっていうのがね、見てて良かったですね。個人的にはですね、阪急電鉄さんはものすごくいい車両を作ったなというふうな印象をしますね。まあ年々静かだなとか思ってたりするんですけど、1000系1300系あたりからかなりなんかバージョンアップして環境に配慮した電車を作ったなという印象を受けるんですけども、まあ、今回この電車を乗るにあたってですね、考えたことは、バリアフリーもね、ちゃんとね設計されているということ、またね、車内の居住性をかなりね重視してるなという印象を受けました。まあ、椅子だってそうですし、また昔の阪急電車とも融合されているというところもね、その椅子を見て分かったなというようなところですが、まあ、皆さんのね印象どうでしょうかね。私的にはもうちょっとこう7000系みたいな、なんかレトロな顔として出てきてくれたら嬉しいなと思ったんですが、そうもいかず、やっぱり電車の顔っていうのも時代がありますから、そんなレトロ顔というよりかは、なんかね、ハイテクな顔を出した方が、未来型みたいな感じで、電車としては、鉄道会社としてはそちらの方がいいのかなと思ってしまうようなところですけども、まあなんか原点回帰とかでね、もうなんかレトロ顔の車両をまた新たに作ってみて、それでまたすごいなんかこう静かな車両みたいな感じで、ね、出てきたら、それはそれで人気が高まりそうですけども、まあそれは私の一個人としての意見ですが、阪急電車っていうのもね、もう時代とともに顔が変わっていく、そんな感じを感じましたね。洛西の住宅地を見ながら、奥には嵐山などを見て京都の街を眺めます。いいですね、なんか普通に夏の京都っていい感じがします。まあでも京都のね、この市内に行けばもう外国人だらけですから、私観光する気にはなれないんですけども、かといって奈良行ってるじゃねえかお前と思うんですけども、まあそうなんですよね、なんか京都はね、どことなくなんか観光あんまりしないなという印象を受けますね。なんか山だからでしょうかね、奈良も山なんですけど、なんか山のレベルが違うような気がします。
阪急バスの、バス車両がたくさん止まっておりましたね、東向こうかその辺りでしょうか。落差口に上がりまして住宅街空き地を眺めます。再開発中ですね。先ほども申し上げた通り進行方向右側には自衛隊のですね駐屯地がありますのでぜひお眺めください。そしてですね、この2300系で今走っておりますが、神戸線宝塚線にもですねロングシートの車両にもなるんですが2000系が後々デビューするらしいですね。まだその2000系が搬入されたとかそのあたりは聞いてないので分かりませんけども、とりあえず京都線界隈が落ち着いたら神戸線とか宝塚線にも2000系というね、なんか9300系でいう9000系みたいなそんな感じのねロングシート車両が導入されるということになりますので、車内の空間に関しては、まあ、静かさという意味では共通するのかなと思ったりするところでもありますけどね。なんかどうなんでしょう、わかりませんけどもね、私からすると、2000系とかの方が楽しみかも、個人的には思ってしまいます。まあ、神戸線系ともね、このロングシートではなくてこういう2人掛けの椅子をね、走らせてくれやって思うんですけど、私は8000系の、クロスシートとか好きなんですけどね、もし良ければ私の動画とかでね、そのクロスシートでねぼやいてる動画とかもありますのでぜひ見ていただいたらと思いますけども、列車は桂に到着。9000系にもあの看板が入ってましたね。まあここにもねたくさんの方々がいらっしゃるのかなと思ったらもうみんなカメラ回します。今日は日曜日ですからね、それはもうファミリーから鉄道オタクさんまでもみんなカメラがね、回すんじゃないですか。鉄道に興味がないという方もね、ああ珍しい車両だなということでカメラ回してるっていう人も絶対いると思うんですけどね、どちらかというと物珍しい時はですねもうみんな共通ですよね。一般の方から、そしてなんかオタクまでみんなカメラ向けちゃう。そして新しいもん好きですから関西はね、もう新しいもん大好きですというところでズラじゃありません、桂です。列車は桂川を渡ります。進行方向右側に座っていれば京都タワーとかね望めたんですけども、ごめんなさい、竹やぶです、団地ですっていうようなところです。まあ京野菜の畑でも見とってくださいっていうところなんですけど、まあ西京極のね陸上競技場とか見えただけでもいいんじゃないですかっていうようなところ、まあ座れただけで文句言うなっていう人もいるかもしれないですけど、まあね YouTuber からすると早を望んだりしたいんですよ、わがまま言わせてくださいっていうところなんですけど、言うのはただですからね。実際じゃあ進行方向右側座ったらいいじゃないかっていうようなところなんですが、まあ、これからね2300系どんどん、乗れると思いますので、まあ別にね初日は違うところ映してる方がいいんじゃないかなと思いながらも見ております。はい、世の中そんなに甘くはないですねというような印象を受けながら、列車はそろそろ地下に潜っていくんじゃないでしょうか。なお桜のシーズンになるとですね、阪急京都線や阪急沿線ね線路脇にたくさん桜が植わっておりますので、ものすごく阪急電車とね桜の相性は抜群でございますので、一般の方も、ぜひね沿線に撮影に出かけてみてはいかがでしょうか。はい、地下に潜りました。車内反射があるためちょっとカットしましょうかね。地下に潜ったところで山陰の駅を通過です。続いて大宮を通過します。ここは昔の特急の停車駅ですよね。私も重曹大宮ノンストップの時の阪急はすごかったなって思いますよ。して、烏丸に到着。もう京都のど真ん中ですね。もうほんと早いなっていう、なんか静かな時間、そしてねなんか速さがねその限界みたいな走りをしませんので、余裕のある走りをするのは時間経つのめちゃくちゃ早いなというふうに感じましたね。そろそろ出発なのでちょっと走行音ね聞けるもんなら聞いてみましょうか。
本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。京都河原町終点です。降りの際お忘れ物のないようご注意ください。出口は右側です。というわけで河原町に到着。ごめんなさい、京都河原町ということにしておきます。はい、というわけでね、なんかセルフ車内椅子転換してる方もいらっしゃいまして、なんかものすごいなっていう感じなんですけど、でここがですね、車椅子のエリアですよね。固定用具とかもね備え付けられておりまして、かなりバージョンアップしました。バリアフリー重視ってこのことかとか思いながらもね、このようにね、使い方の説明もね、書かれておりまして、まあ、9300系よりかはいい車両になったなというようなところで、ちょっとだけね、先頭車両を覗きました。運転台の景気もですね、グラスに変わってますね。液晶ディスプレイ、そしてなんかこの覗き方の窓もなんかどことなく北大阪急行のあのポルスター2みたいな感じになってるのかな。いろんな要素をね取り入れたような、そんな電車という印象を受けますね。なんか本当になんか次世代の電車っていうのはこのことかなというようなところなんですが、4号車は座席指定車両ですというのもなかなかこうね、今日から見れるようなそんな文字ですもんね。でこちらがプライベースアーというような車両です。でこのアーの車両はですね、まあなかなかにこう上品な車両なんだなという印象を受けましたけども、ごった返してるのでね、何が何やらもう分かりません。で私、帰りの電車はね、もう次の、この2300待とうかなと思ったんですけど、まあ動画をね投稿する方が先かなとか思いつつも、帰りは9300系で帰ったんですが、やっぱり2300系の方が静かだなという印象を受けたので、ぜひ皆さんもねこの2300系乗っていただけたらいいかなと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。